ックミスは森から飛び出しすぎて YouTube 始めちゃった挙句いろんなもんも飛び出しちゃった動物ココシリです。はい、ということで今回はあの大人気ゲーム飛び出せ動物の森、通称飛び森にまつわる実はとっても恐ろしい新4大不穏な噂についてご紹介していきたいと思います。では行く。村の真の役割。飛び出せ動物の森における村は様々な村人が暮らす小さな共同体とされています。この村は恐ろしさどころか村人とのやりとりに和んだり、虫や魚の採取に勤しんだりと楽しくのんびりと暮らせる楽園のような場所であるように感じます。しかしプレイヤーたちが暮らす場所は本当は普通の村ではないと一部では囁かれています。そしてその村と思われる何かの正体とは、過去に犯罪を犯した囚人たちの更生施設ではないかと噂されているのです。噂によると村人と会話をしたり、川で魚を釣ったり、買い物をしたりといった一連の行為は全て社会復帰のためのリハビリであるほか、イースターエッグ、クリスマスといった季節のイベントや釣り大会、誕生日パーティーも協調性、社会性を営むためのイベントであると言われています。またこの村の商業施設である豆粒商店、たぬきちハウジングなどの運営をしている従業員は社会復帰を支援する職員であると言われていて、これらの施設が村とは線路を隔てた場所に建設されているのは囚人たちと暮らしを区別するためであるそうです。なので村の中に建設されている役場、アールパーカーズ、喫茶店の従業員はプレイヤーと同様に社会復帰が不可能な者たちが運営していると考えられています。そして一定時間を過ごした者は村を出ていき、引っ越しという名の社会復帰を果たすのですが、村長を含むプレイヤーはいつまで経っても引っ越すことがありません。これはプレイヤーの罪の重さによっては社会復帰をすることが不可能で、人によっては終身刑、つまり永遠にこの施設で暮らしていかなければならないからであると言われています。なお村に訪れるキャラクターの本間と常吉は囚人の様子を監視している刑事であり、変装をして見回りに来ているとも言われています。つまり飛び出せ動物の森の黒幕は本間と常吉ということになりますね。まあ、僕も前々から本間と常吉は怪しいと思っていたんですが、特に本間に至ってはヒゲの剃り残し方がどう見ても不可解ですよね。ということで次行きましょう。しずえの野望。しずえは飛び出せ動物の森における重要なキャラクターの一人です。その愛くるしい姿と仕草から多くのファンを持つ人気のキャラクターであり、村長の秘書という役職を全うしながら村で起こるイベントや公共施設の設置などに関わっています。また村長がやらなければならないような仕事も率先して行い、全力で取り組む彼女は単にとても働き者であると言えばそれまでと言えるでしょう。しかしそんな彼女はある野望を抱えているのではないかと巷で囁かれているのです。そしてその野望とは、永遠に村人たちを自分に服従させることだというのです。これは先ほど説明した通り、村は犯罪者の収容施設だとするならば、しずえは犯罪者たちの前に立って行動しているということから、その団体のリーダー格であることは言うまでもないでしょう。またしずえは村人の口癖や村の条例を村人に強要することができます。村長であるプレイヤーが村の条例や村人の口癖の変更について申し出ると、次の日には何の予兆もなくそれが反映されているのです。一切反抗することもなく皆が従う様はまさに誰もが彼女に服従していると言ってもいいでしょう。また村長には村の条例や公共事業などのあらゆることを決定する権利がありますが、それらを提案するのはしずえであり、村長は彼女の提案したこと以外に何かを発案することはできず、結局しずえに全てを委ねています。つまりしずえは村人のみならずプレイヤーである村長でさえも手中に収めて意のままに動かし村を支配し続けているのです。つまり本当の黒幕はしずえということになりますね。まあしずえに関しては僕も前々から怪しいと踏んでいました。なんでかっていうと、しずえはよく見ると首輪をつける位置を間違えているんですよね。つまりこれは首輪を首に巻いていないということから、私は何者にも服従しないというしずえからの隠れたメッセージと私は捉えました。なのでもししずえに命令されれば、本間もヒゲを全剃りせざるを得ないということになります。ということで次、暗い日曜日。飛び森の公共施設の一つであるクラブ師匠という施設にて、土曜日の夜にのみ登場するトタケケというキャラクターがいます。
トタケケはギターを演奏する犬のキャラクターで、こちらのリクエストに応じて演奏をしてくれるほか、演奏が終わればその曲をプレゼントしてくれるという優しいキャラクターです。飛び森における彼の持ち歌は全部で70曲以上も存在しており、そのレパートリーの豊富さが伺えます。しかしこの彼の曲の中には、聴いてしまった者は命を絶つと言われている、呪われた曲が存在することをご存知でしょうか。それが暗い日曜日という曲になります。暗い日曜日は戦三年にハンガリーという国でシュレシュレジューによって作曲された楽曲で、陰鬱で暗いメロディーと歌詞が特徴的なこの曲は、ヨーロッパではの成果として知られており、その曲を聴いた者は少年から老人を問わず、ハンガリー、ベルリン、ニューヨークといった世界中の人を次々と死に追い込んだと言われる恐ろしい曲です。そんなかつて実在の世界に大打撃を与えた暗い日曜日ですが、なんとこの曲をトタケケにリクエストすることで聴けてしまうというのです。とはいえ、単純にリクエストをするだけでは聴くことは不可能で、とある条件を満たさなければ聴けないとされています。そしてその条件については残念なことに現在に至るまで不明であり、詳細は明らかになっていません。しかし仮にこの曲を聴けたとしても、今後そういった報告がされることはおそらくないでしょう。なぜなら聴いてしまった人は皆死んでしまうのですから。つまり真の黒幕は村人たちの命を自由にコントロールすることができるトタケケということになりますね。まあ、僕も以前からトタケケは異常なまでに眉毛が太いと疑っていました。まあトタケケほどになると、あの静に首輪をつけさせてキャインキャイン言わせることもたやすいことでしょう。ということで次行きます。差出人不明の手紙。プレイヤーが村長になった次の日の朝、家に一通の手紙が送られてきます。手紙の差出人は不明で、その内容は、都合によって村に行けなくなったので、代わりに村長として頑張ってほしい、といったなんとも身勝手な内容です。そしてその手紙の主は、本来村長になるはずの誰かであることは分かっていますが、名前やその姿など、それ以上のことは一切分かっていません。ただし、ある程度の推測はできます。というのも、手紙の主は、プレイヤーが住んでいる村とプレイヤーの名前を知っている誰かであることは確定しています。そうでなければプレイヤーに手紙を送ることなどできるはずはないことから、プレイヤーが村に引っ越してきて、なおかつプレイヤーの名前を知っているものに限られます。その人物とは一体誰なのか。これについてはいくつか予想することができますが、その中でも見知らぬ猫が手紙の主である可能性が高いと見られています。見知らぬ猫とは、村に向かって走行する電車内で必ず出会う猫のキャラクターで、柔らかな口調で話しかけてくる親しみやすい存在です。見知らぬ猫は出会ってすぐにプレイヤーの名前や行き先を事細かに尋ねてくるので、それらの問いにプレイヤーは全て答える必要があります。これだけでも怪しいのですが、さらに不思議なことに、見知らぬ猫は村の4枚のマップを見せてきて、行き先の村はこれらのうちのどの地形に当てはまるのかを執拗に尋ねてきます。そこでどれでもないと答えると、そんなはずはない、もう一度よく見てみてとマップを再び提示され、その中から選ぶことを余儀なくされます。このことからプレイヤーの名前と住んでいる村を知っていて手紙を送ることができるのは、見知らぬ猫が最も有力なのではないかと考えられています。そう考えると、見知らぬ猫がこの質問をしたのも手紙を書いた動機につながっていて、プレイヤーを村長として仕立て上げて村に収容するためなのではないかと思われます。またプレイヤーは都市伝説上において社会復帰ができないほどの罪を背負っていると言われており、仮にそうであれば施設に永久に収容しておく必要があります。しかしそれを直接告げてしまっては、プレイヤーは何をするかわからず、罪人ゆえに突然暴れ出して取り返しのつかないことになることも予想できます。そこで見知らぬ猫が考案したのが、罪人たるプレイヤーを村長という名目で収容するという方法です。見知らぬ猫は偶然を装ってプレイヤーに近づき、言葉巧みに個人情報を聞き出し、その後村人および静にはプレイヤーに対して村長と林立てつつ歓迎させるよう命令し、その結果としてプレイヤーに選択の余地を与えることなく準備を進めさせます。そして無事に収容することができた後、見知らぬ猫が書いて
た手紙で都合が悪かったのでこうなってしまったといったいかにもな理由をつけて納得させ、プレイヤーの脱走を防止していたのではないかと考えられています。ということで本当の本当の本当の黒幕は見知らぬ猫でした、まあ、よく見ると目つきもいっちゃってるということもわかると思います。見知らぬ猫がその気になればトタケ系の眉毛を全部引きちぎることもたやすいことでしょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てあの見知らぬ猫の頭にチンコを乗せられるのはキリンしかいない、お前がナンバーワンだと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、あれだったらベルマークの通知登録もお願いします。ということで終わり。はい、ということで賢者タイムなんですけれども、今ですねちょうど本日の、夜8時ちょうどぐらいですね。でなんかヒカルさんとかピーマル様さんとかがですね、なんか8月を振り返ってたんで、僕もなんか無意味に8月を振り返ろうっていうね、ちょっと便乗しちゃおうと思うんですけど、8月はですね、まず振り返るとですね、まず第一印象としてはですね、まあ暑いってことですよね、気温が高かったっていうのと、あと8月特別何かしたかというと別にそうでもなくて、心霊スポットの動画って8月かな7月かな、わかんないですまあ、この夏でちょっと特別でちょっと変わったことしたの何かって言われると心霊スポットの動画出したっていうだけですね。はい。あと、まあ、あとは怖い話をちょっとね、多めにしたりとかね、してるんですけど、まあ、でもですね、僕のチャンネルの場合、あんまりその季節感そこまで関係なくてですね、なんかまあ、学生さんがメイン視聴者層のチャンネルとかは、ね、夏めちゃめちゃ気合い入れて伸びてみたいなことあるんですけど、僕の場合はなんかあんまり関係なさそうでですね、まあ特に、はい、普通だったという、はい、そんな感じで、最高の夏をね過ごすことが できました、はい、ということで皆さんもね、最高の秋をね、そう夏が終わったかと言ってね、油断してるとね秋がね来ちゃうんでね、最高の夏でよかっただけで終わらず、今年がもう人生で最高の秋にしてやるみたいなね、そういう気合でね、行きましょうということでした。さようなら。